はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。まあ、当主のね、円卓サクチャレをちょっとやりたいんですけれども、その前にこっちのガチャを引いてからね、やっていきたいと思います。でバナーキャラは挑戦者大谷くんとアーサーとモードくんですね。で40連目で、このバナーキャラから PSR が1枚確定してますと、いうことになってますので、40連まで引いていきたいと思います。まあ、アーサーのね PSR とか出るとかなり嬉しいんだけど、まあモードくんはモードくんってね PSR 持ってて、まあ、開放に使えるので、まあ、それはそれで結構嬉しいかな。まあ、42だとね一応試合経験点ボーナス、プラス 5% ではありますけれどもつくので、まあ、ちょっと経験点のね底上げとかには、なったりするので、まあ、挑戦者ボタニックって50になると何がつくんだっけ、ちょっと分かんないけどとりあえず、40連まで引いていきましょう。で例によってタンガチャはまあ1回引いていきます。ほい、タンガチャって今までどんくらい引いてんだろう。でも SR3% だと考えるとね、まあ3、40回引いて1枚出るかっていうところだからね。PR のアーサーでしたと。まあまあまあ開放用に、使っていけるので、じゃあ次は10連ですね。ここは SR1 枚確定となっております。ほい、バナーキャラではないよね。20連30連がバナー SR で40連目がバナー PSR か。マネちゃん、あ、虹谷の PR だ。よしよしよし、古永の PR。 前はね結構古永使ってたりしたんですけど、最近はちょっと出番がないよな。で、PSR ゲドくん1枚おまけですと。では、20連目に行きます。ここはバナーから SR が確定してますと。バナー枠でね、本当に誰が出てくるか1個しか入ってない。あ、アーサー、よしよしよし。挑戦者大谷くん PR、 挑戦者大谷くんもね45になると練習効果アップ10がつくんで、まあ、それはそれでまた経験点の底上げにはなるんですよね。で能見さんの PR、 能見さん PSR がもう最近全然育ってないからね、ちょっと上げてはいきたい。さて30連、ここもバナー SR になりますと。まあ、この3人だったらもう極論すれば誰が出ても全然いいんで、全員あんまり育ってないんで。おお、そう、モード君はね SR 持ってないんですよ。 PSR は持ってるけど SR 持ってないという感じでね、これどうすっかだよね。でもう一枚は名前忘れたあの剛速球マンすげえ名前が出てくるね。そう、須藤、全然使わないからな。一応球速骨は持っているっていうね。まあ、金徳がねちょっとディレイドアームで不確定っていうところが若干使いづらいかな。まあ、成功率に関してはそんなに使ってないんでよくわかんないんです。失敗しやすいのか成功しやすいのかっていうのが。で40連目、もうギリギリですね石は。ちょっと PSR 確定なんで引いていきましょう。もうこの辺の演出は何でもいいよ、確定してるから。あ、また2枚入ってる。おお、アーサー、いいですね。挑戦者大谷君どこまで鍛えられるかな。桜の宮とかちょいちょい出てくるよな。ちょっと今まででさ、その桜の宮とかさ何枚出てきたのか集計したいな。もう捨てちゃったから、捨てちゃったっていうかミキサーとかしちゃってるから分かんないんだけどどんくらいの確率で出てきてんだろう。あ、そうだ、あれ見ればよかったね。アーサーの50のテーブルを、
そうで、アーサーはね、骨イベボーナス 120% なんで、これまたね、強化暁大付属でね、めっちゃ輝くんですよね。経験点めっちゃくれるんで、まあ、虹谷と同じテーブルになるのかな。だからタック的には、まあ、45、まあ、得意練習がね2種類あるんでちょっと低めではあるんですけれども、45に固有の、タックが最終的にはつくんで、70まで伸びるのか、違う、75まで伸びるのか、タックが75で、練習効果アップ20がねつくのがかなりでかいですね。で、コツ経験点アップで、コツイベボーナス120か、あ、そっか、これが乗っかってるのか、だから異常な経験点が、まあ、ちょっと俺はまだ PSR プラゴのアーサーを強化暁台で使ったことないんですけれども、だ経験点マジでくれるキャラなので、まあ、通常時でもね、使えるんですけれども、強化暁台でもねかなり輝くキャラになってますので、まあ、その際にはぜひ使っていきたいですね。で、投手のサクチャレでは早速じゃあ朝の方、入れてやっていきたいと思います。というわけで、じゃあガチャの方はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。